はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。428、封鎖された渋谷でということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。もうすぐ実況を始めさせていただいて3年経つんですけど、半年間ほど病気でお休みさせていただいておりました。ありがたいことにですね、その間もね、サポーターの方ですね、チャンネル登録していただける方が増えておりまして、現在130名を超えているといったような状況になっております。皆様ありがとうございます。引き続きですね、チャンネル登録、サポートしていただけると嬉しく思っておりますので、よろしくお願いいたします。領域の回復のためにも、さらなるですね、実況の継続のためにも、皆さんサポートしていただくと嬉しく思います。ということでですね、外国の方にもご挨拶ということで、Hello everyone, my name is Terion, I am a game writer. I've posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by theend of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay.Please support me by subscribing to my channel ということで、まあ、年内にね、1000名達したいということで思ってたんですけど、まあ、この動画投稿されるのがですね、2023年になっているので、まあ、年内がどうなったかわかりませんが、1000名超えてれば1000名以上の方ですね。どしどし募集しております。で、1000名超えてなければ1000名をですね、目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今回がですね、アチ編ということで、謎の男たちやっていきましょうか。10時35分。さあね、ちょっとね、音はね、下がるようにしておりますね、今回はね。さあ、アチ、もうイケメンなんだよね、この人またね。拳銃。見てみましょうか。で、これ前回読んだね、コルトディテクティブスペシャル。コルト社が1927年に発売した38口径リボルバー。スナブノーズと呼ばれる短い銃身が特徴。ディテクティブ、刑事スペシャルという名の通り、刑事や麻薬取締官などが護身用で持つことが多い銃でございます。と、そこへ突然若い男が走ってきた。それを見て、杖の男は狂うと厳しさを返して、雑踏の中へ消えていく。よくわからないが、やけに胸が騒いだ。なんだ？何かが起こっているのか。男は険しい形相で女の子に向かって走ってくる。突然にアチの体が動いた。うおーい。思いっきりジャンプすると男に飛び蹴りを放った。なんだお前は。ははは。これ大丈夫か？男はすぐさま体勢を立て直してアチに迫ってきた。そっちこそ何者だ？アチと男は交差点のど真ん中で睨み合いを始めた。手離せよ。そっちが先に話せ。お前が話したらな。お前が先だ。お前って言うな。お前もお前って言うな。どちらも全く譲ろうとしない。小学生か。そんな二人を遠巻きに周囲の通行人たちが怪訝そうな顔で見ていた。やべえ、ドン引きしてる。なんでこんなことしてんだ俺は。すぐにカッと頭に血が上ってしまうのは悪い癖だ。急に熱が冷め、アッチは抵抗するのをやめた。男もそれ以上言い募ってくることもなく、アッチのジャケットから手を離した。男はハチ公像に近づいてき、がっくりと膝をついた。さっきまでいた女の子はもういない。もしかしたらさっきの女の子と待ち合わせをしていたのだろうか。男のただならぬ落胆ぶりを見てそう思ったアッチは少し申し訳ない気持ちになった。そのまま男に気づかれないようにアッチはその場から立ち去った。ああ、歩いてきたばかりの道を戻る。出鼻をくじかれたような気がして、もう日課のゴミ拾いをする気分ではなくなってしまった。ああ、漫画でも読んで寝るか。アチは今日一日をそうやって潰すことに決めた。英語の勉強しようぜ、アチ。バッドエンド。妙な男と口論になる。ヒント。突然女の子に向かって走ってきた若い男、かっこ可能、口論になり、アチのテンションはすっかり下がってしまった。それもこれも可能がここに現れたからである。可能がスクランブル交差点に戻ってこないようにするためにはどうしたらいいだろうか。可能の物語を読み進めればその手がかりを見つけることができる。なるほどね。可能がスクランブル交差点に戻ってこないようにするためには犯人をね、追っていってくれなきゃいけないから。不審な男をこれをね、追ってください。どうする？追うべきかそれとも追わざるべきか。このまま泳がせるのはリスクが高すぎる。追って捕まえるしかない。さあ、外国人は細い路地に逃げ込んだ。見逃さないようにカノも後を追う。
入り組んだ路地を迷うことなく走り抜ける。どうやら渋谷の街をよく把握しているようだ。その時カップルのような二人連れがゴミ捨て場の前にいるのが見えた。よくよく見てみると女の子の方は瞳だった。久手さん、大沢瞳を発見。目つきの悪い若者に手を引かれるようにして瞳が走り出す。20代の若者と一緒です。無理やり連れられている模様。無線で報告するとすぐに返事が返ってくる。どういうことだ。わかりません。あの若者も犯人グループの一人なのだろうか。何かから逃げるように走る様子はどう見ても普通ではない。よし、外国人はこっちに任せろ。お前は王様瞳を追え。了解。カノンは急いで二人の後を追った。待てい。カノンの声に若者がチラリと振り返った。しかし足を止めるどころかさらにスピードを上げる。瞳も若者に引っ張られてついていく。女の子の足はそうそう速くは走れない。追いつける。そう思いながら一気に距離を詰めようとした。すると逃げ切れないと思ったのか若者がようやく止まった。どうなる。若者は瞳を背中に隠し可能を睨みつけてくる。なんで逃げたんだ。あんたが追ってくるからだろう。下手な嘘だと思った。逃げる人間には逃げる理由があるものだ。若者がじりじりと後ずさりする。めっちゃかっこいいんだけどさ、アチ君。その分だけ可能を前に進む。とにかく彼女を離せ。若者はチラリと瞳の様子を伺う。瞳は怯えたように首を振った。もしかしたら何も言うなと脅されているのかもしれない。このままこの若者を見逃すわけにはいかない。あぐっ。脳天に衝撃が走った。可能。ぐらりと視界が回転して平行感覚がおかしくなる。バサバサッと音がして黒っぽいものが空中に浮かんでいるのが見えた。カラス。それを最後に可能の視界は真っ暗になった。バッドエンド。何回繰り返すんだよこれ。犯人を追っていた可能は途中大沢瞳と遠藤アチに出くわす。そこで口論となり不意に頭に衝撃を受けて気を失ってしまった。アチがこの場にやってきたのは瞳を連れて一目散に逃げ出したからである。もしアチが交番に駆け込んでいたらまた違った運命になっただろう。アチの10時35分の行動が鍵だ。10時35分、あっち。これか。女の子に近づく。で、交番に連れてけって。あんなものを持たせたまま女の子を待たせるんじゃねえよ。あっちは代わりに持ってやろうと思った。女の子は手が痛むのか、時折片手に持ち替えたりしながらも地面に置こうとはしない。それほど大事なものなのだろうか。見も知らぬ待ち合わせ相手に腹を立てながら、あっちは女の子に近づいた。俺があんただったら待たせた野郎はぶん殴るね。持っててやるよ。重いんだろ。女の子は目を丸くしてじっとあっちを見つめる。いいから遠慮すんなって。無言のまま見つめられていたあっちは、照れ隠しのように乱暴に私ケースに手を伸ばした。年上から椅子に数人の男が飛びかかってきた。なんだよ。一体何が起こったのか分からずアッチは動きを止めた。あ、これ確保されるだけか。なすべもなく地面に押しつぶされて身動きが取れなくなる。男たちは何やらわめいているようだったが、アッチには何を言ってるか分からなかった。アッチが暴れれば暴れる頃に押さえつける力は強まる。なんだってんだよ。話は署で聞かせてもらう。隣にぴったりと張り付いているスーツ姿の男が警察手帳を見せた。警察職員の身分を証明するもの、旧警察手帳は身分証明の他に実際に記入可能な手帳としての機能があったが、現在は FBI 捜査官が持つバッチケースのような身分証明と希少のみのデザインとなっている。意味わかんねえ。俺が何したってんだよ。パトカーの後部座席に押し込まれたアッチは、無然としながら窓の外に目をやった。すでに女の子はアタッシュケースは持っておらず、待ち合わせの相手なのか杖をついた男と話しているようだった。ちょっと爪が甘いぜ。まもなく車が交差点を曲がってしまうと二人の姿は見えなくなった。アッチはふてくされた表情でシートに体を沈めた。もうこれバッドエンドじゃん、もうね。数時間が経った。延々と取り調べを受けた結果、無関係ということが分かり、迎えに来た父親の大輔と共に帰ることになった。あっちは久々の外の空気を思い切り吸い込み伸びをする。息子が留置所に入るという不名誉な事件の後の代わりに父の大輔はやけに上機嫌だった。あっち、話したいことがあるんだ。連休告げって話したなら勘弁な。そんなことじゃない。とりあえずうちに帰ろう。ああ、今日はもう外に出るつもりねえし。で、何の話よ。いいニュースがあるんだ。お前もきっと喜ぶぞ。
うん。なんか気持ち悪いな。突然再婚するとか言わないでくれよ。気持ち悪いを通り越して不気味だぞ、親父。そんな会話をしながら二人は帰路に着いた。警察に逮捕される。親切地にアタスケーションを持ってあげようとしたのになぜか突然警察が現れ何時間も拘束されてしまった。彼女を心配するのはいいが少しタイミングが悪かったようだ。まずは手に持っているゴミを始末し様子を見た方がいいだろう。あとは10時半の選択肢を選び直してみようと。ちょっと待って、これ35分のやつの選択肢がどうのこうのって言われて10時半からか。あっち10時半バッドエンド。とりあえずハチ公前の女の子でゴミを処分するでしょ、とりあえず。で男は近づいてくる外国人風の男。これはね、前回やったとこなんで、ここら辺はちょっと飛ばせるとこは飛ばしていこうね。これ飛ばすっていう選択肢ないのかな？あ、これか。何事だ。アチが振り返ると女の子はまだその場にいた。心配そうな顔をしながら外国人が消えた方向を見つめている。何やら物騒な雰囲気がする。話しかけて事情でも聞いてみようか。どうせ映画かドラマのロケだろう。気にすることはない。気にすることはない。多分あれだ、誘拐事件かなんかのドラマであの女の子は身代金を渡す役だよな。どっかにイケメンの刑事役とかもいるね、絶対。アチはそう結論づけて女の子から視線を外した。空を見上げると薄い雲がゆったりと流れ吹き抜ける風が気持ちいい。気分よくなりながら小樽のゴミを拾い、今日はどこを回ろうかと思いを巡らす。と何かが破裂したような音がして、にわかに交差点のあたりが騒がしくなった。ん？パンクか？その音をきっかけにして何人かの集団が走り出したようだった。映画だか、ドラマの撮影か、アクションシーンでも入ったのだろう。少し気にはなったが、あっちは振り返ることなく交差点から離れるように歩き始めた。今日はちょっと足を伸ばして四ツ谷あたりまで行ってみようかと。四ツ谷、東京都新宿区の南東にある地域、渋谷駅から北東方向へ約4キロ離れた場所に位置する。ちなみに渋谷 を数字のみでは書き表すと428となるが、四ツ谷もまた428、さらに4月28日は渋谷の日であり、四ツ谷の日であり、シニアの日でもあったりする。ああ、それで428か。そんなことを考えつつ、あっちはご機嫌な気分でゴミを拾い続けた。バッドエンド。もうバッドエンドしかないよ、これ。ナンバーセブン、ゴミを拾い続ける。ハチ公前で行われている光景をドラマか映画の撮影だろうと思い、ゴミ拾いを再開したアチ。平和な一日を過ごすことができそうで、それはそれで良かったのかもしれないが、実は彼女は今大変なことに巻き込まれつつあるのだ。放っておくわけにはいかない。もう一度すぐ手前の選択肢を選び直そう。すぐ手前の選択肢。これちょっと難しいな。ここか。違うな、ここだよね。謎の男たち、何事だ。選んだはずなんだけどな、上の選択肢ね。何やら物騒な雰囲気をする。話しかけて事情でも聞いてみようかと。今度はくたびれた背広姿の中年男性が近づいてきて、それからどうなったんだったっけ。あ、そうかそうか、これ拳銃が出てきて、これさっきやったとこだよね。杖の男はすっと拳銃を握った右手を女の子に向けて伸ばした。銃口は彼女の頭に向いている。なぜだ？え？なぜこの子を狙っているんだ、この男は。女の子は杖の男に気づいた。自分に向いた銃口を見るとそのまま表情を凍りつかせた。とっさにアチの体が動いた。勢いよく駆け出し、杖の男に思い切りタックルを得た。予期せぬ一撃に杖の男は地面に倒れ込んだ。男はすぐに拳銃を構え直し起き上がってくる。何が何だかさっぱりわからないが、穏やかではない状況であることは間違いない。来い。青ざめている女の子の腕を強引に引っ張った。女の子は状況が飲み込めていないようだった。小動物のように体を震わせている。早く。ようやく女の子は怯えた様子でうなずいた。とにかく交番だ。ひとまず逃げるんだ。ここだね。
とにかく交番だ。この子めっちゃ可愛いな。女の子の手を取って駅前の交番へと向かった。ところが交番の中は空っぽだった。いつも当たり前のように警察官が常駐しているのに、駐在しているのに、なんでこんな時に限って留守にしているんだ。恐る恐る後ろを振り返ると鬼の形相した杖のかけてくれ。げっ、やべえなこりゃ。こうなったら走って逃げるしかない。交番に人がいないってダメだよ。女の子の手を引きながら JR 山手線のガードをくぐった。山手線と書いて山手線と読む。東京都区内で、環状運転されている列車。朝の通勤ラッシュは凄まじく、特に上野駅から御徒町駅まで混雑率は 216%、 定員143名のところに約300人も乗っていることになる。ちなみに神戸市営の地下鉄は山手線と読む。大丈夫だ、任せろ。不安げな女の子に声をかけて励ます。とその前に、これ頼む。コンビニの前を駆け抜けながら表で掃除をしていた店員にゴミ袋を投げた。え、あれ？こっちだ。人混みに紛れて路地裏に入る。え、こっちって行き止まり？女の子は小さな声を出した。任せろっつったろ。そう言うとビリとビリの間を塞いであった木の板を蹴り破った。すると人が通れそうな道が開いた。ほらな、ここいらは庭みたいなもんでさ。女の子は止まるの表情を浮かべた。どうした？早く。だけど私、女の子は怪訝さの表情であっちを見返す。無理もない。いくら拳銃で襲われたとしても、いきなり現れた男を信用できるかといえば確かにそれは別問題だ。しかしためらってる暇はない。杖の男も路地裏に入ってきてしまった。ここで立ち止まっていたら確実に捕まってしまう。彼女、聞いてくれ。女の子で腕をしっかりと掴んだ。俺は遠藤アチ22歳。女の子が変な男に追われていたら迷わず助ける。理屈じゃねえ、本能だ。真剣な顔で女の子の顔を見つめた。女の子は少したじろいだ様子を見せたが、やがて小さくうなずいた。よかった。あっちは安堵のため息をついた。おっと、忘れちゃいけねえ。追いかけて来られないようにそばに積んであったビールケースの山を倒した。やってきた杖の男の目の前で瞬く間にビールケースが通路を埋める。危ね、タッチの差だったな。杖の男は無理やりに通路に入ろうとするが、大量のビールケースに邪魔されてしまう。悪いなおっさん、それ片付けといて。ビールケースの隙間から杖の男は悔しそうな顔を覗かせている。バイバーイと手を振ってからビールの隙間に姿を消した。アーチ、ナイス。いいぞ、頑張ったなアーチ。バッドエンドばっかり迎えたけど。ビールの隙間を通り抜けて細い路地に出ると、小さなスナックが何軒も並んでいた。あの杖の男が諦めていなければ大通りにつながる道で待ち伏せされる可能性もある。迂闊に動くより身を潜めていた方が安全だ。ここでしばらく様子見だな。古ぼけたスナックの前に立つと女の子を手招いた。女の子はおずおずとあっちについていった。ログレディ。対数か。入り口付近のスイッチを押すと安っぽいシャンデリア風の照明が二人を照らした。あっちはカウンター脇の小さなソファに女の子を座らせた。女の子は神妙な顔つきであっちのことを見ている。変な疑いを持たれている気がして慌てた。いや、勘違いすんなよ、何もしないって。ここ知り合いにやってた店でさ、もう潰れてっから安全かなって思って。必死に言い訳をすると女の子は小さく笑った。わかってます。勘違いしてない？はい。よかった。アチは胸を撫で下ろした。じゃ、改めて。俺は遠藤アチ。アチって呼んでくれ。大沢瞳です。私も瞳で。瞳が一言一言喋るたびにアチは自分の胸が高鳴るのを覚えた。頻尿さと知性が彼女の全身から醸し出した。今まで自分の周りにこんなタイプの女の子はいなかった。あの、アチさん？え？どうしたんですか？なんかぼーっとしてますけど。ん、いかんいかん、と頭を左右に振った。今は瞳に見とれている場合ではない。あの杖の男からいかに彼女を守ってやるかを考えるのだ。とりあえず聞かせてくれよ。一体何がどうなってんだ？はい。でもどっから話せばいいか。瞳はうつむいて考え込んだ。どうやら相当に込み入った話のようだ。わかりました。それじゃあ順を追ってお話します。あ、待って。アチは瞳の顔の前に拳を、手のひらを突き出した。わーり、なるべくわかりやすく頼むわ。いや、俺、なんつうかあんま頭良くねえし、難しい話ってダメなんだわ。はい、努力してみます。背筋を伸ばして瞳を話し始めた。うん。昨夜姉が何者かに誘拐されたんです。犯人は身代金の引き渡しに私を指名してきました。引き渡しの時間は午前、あ、ごめん、ちょっと待って。いきなり話についていけなくなった。
そんな時は上を押してください。これまで読み進めたところを読み戻すことができます。またすでに読んだところをサクッと読み飛ばしたい時は下を押します。読み戻し、読み飛ばし中、画面左上に本のマークが出ているページがあります。そこで丸を押すとそのページを読み直すことができます。ほう。おー、これまで読み進めたところを読み戻す時は方向キー上。すでに読んだところを読み飛ばしたい時は方向キー下。読み戻し、読み飛ばし中、画面左上にブックマークが出ていることがあります。ブックマークが出ているところで丸を押すとそのページを読み直すことができます。おー。昨夜姉が何者かに誘拐されたんです。犯人は身代金の引き渡しに私を指名してきました。引き渡しの時間は午前10時。場所は渋谷のハチ公前。約束の時間に外国の男性が身代金の入ったアタッシュケースを取りに来ました。うん。その後さっきの杖の人が現れて私に銃を向けて。うん。で、あ、もうこれで終わりか。それで、わかりやすく？ええ。わかりづれー。あちは頭抱えて大声出した。てかそれドラマか映画の話？いや、そういうわけじゃ。ドッキリとかじゃないよな。本当の話です。瞳が真剣な目をした。確かにこんなことで嘘をついても仕方がない。すべて本当の話なんだろう。ちなみに身代金っていくら？5000万円です。この子本当美人だな。瞳はためらいがちに答えた。アッチは思わず反応に困った。刑事さんは営利誘拐の相場だって言っていました。相場ね。やっぱあるとこにあるもんだな。言ってからしまったと思った。悪い、余計なこと言っちまった。頭をかいて謝ると瞳は静かに首を横に振った。だけど誘拐事件って聞いて分かったぞ。交差点であの外国人を追っかけていたのは張り込んでいた刑事だったんだな。アッチの脳裏に外国人を追う男たちの姿が浮かんだ。ん？ちょっと待てよ。誘拐犯はアタッシュケースを持って逃げたわけだろ？アチ君の横顔めっちゃかっこいいな。じゃあ手ぶらの瞳を追ってきたあの杖のやつは何なんだ？さあ、わかりません。ただ。それっきり瞳は口を閉じた。どうやら言いにくい事情があるようだ。まあとにかくさ、早いとこ警察に駆け込んだ方が。それはダメなんです。瞳ちゃんの横顔もめちゃくちゃ綺麗だな。何これ、なんか横顔でさ、E ラインっていうのがあるらしいんだけど、鼻から口元にかけてのラインね。めちゃくちゃ綺麗だね、この人ね。瞳はきっぱりと言った。警察には相談できないんです。なんで？アチが聞いても瞳は答えなかった。しばらく重苦しい沈黙が続くと瞳は席を立った。ありがとうございました。それじゃあ私行きますね。瞳はアチに向かって深々と頭を下げた。いや、待てよ、行くってどこに？店から出て行こうとするのをアチは慌てて引き止めた。これ以上ご迷惑はかけられません。あとは私だけでなんとか。いや、ちょっと待てって。瞳がドアを開けた途端、二人は言葉を失った。待ってましたぜって、目の前にあの杖の男が拳銃を構えて立っていたのである。こいつは何者なんだ？怖いんだけど、三白眼で。To be continued? どういうこと？どういうこと？あ、もうあっちのショーはここで終わりで、別の人が出てくるってこと？エンドアッチの10時の物語はこれで終了です。しかし、加納信也の物語はまだ終わっていません。加納信也の物語を読み進めてください。なるほど、あっちくんは、こうやって、ひとみちゃんを連れて行ったところで終了だったんだね。さあ25分ぐらいだけど、どうしようね。加納くんちょっと行ってみるか。うん。さあ外国人を追跡。外国人を細い路地に入り込んだ。見逃さないように加納も後を追う。入り組んだ路地を迷うことなく走り抜ける。どうやら渋谷の街をよく把握しているようだ。大きな通りに出ると今度は歩道橋を駆け上がった。一体どこに逃げるつもりなのか。外国人は歩道橋の途中で急に走るのをやめた。うん。カノも面食らって立ち止まる。身長190センチ前後、年齢30代、髪の色ダークブラウン、全身黒の着衣。その男の大まかな特徴をカノは素早く脳にインプットする。すげえ表情だな。次の瞬間、外国人はにやりと不敵な笑みを浮かべて抱えていたアタッチケースを持ち上げた。あっと思った時にはすでに遅かった。どうすんのよ。外国人はアタッチケースを下の道路に投げ捨てていた。しまった。
慌ててカノは歩道橋の下を覗く。道路にはバイクの男が待っていた。やられた。カノは唇を強く噛んだ。クソ。カノは必死に歩道橋を駆け下りた。すぐ横でバイクのエンジンがうなりを上げる。間に合え。これ無理でしょ、バイクで受け止めるなんて絶対無理だって。思い切って飛びかかろうとしたが、タッチの差でバイクは発進してしまった。路上に立ち尽くすカノンを残して代々木方面へと走っていく。カノンが歩道橋を見上げると、アタッシュケースを投げ捨てた外国人も逃げていく。身代金が別のとこに渡りました。バイクで代々木方面へ逃走中。クゼに怒鳴るように報告すると、カノンはその場にしゃがみ込んだ。完全に犯人たちに翻弄されていた。このまま逃げ切られたら、人質の身にも危険が迫る。警察としても大失態となるだろう。まあその髪型が多分大失態だよ。外国人が消えた方向を睨みながら、カノンは悔しくて鍵尻をした。ほんと多分短くしようって言われるんだろうね。 To be continued。 え？終わりだよ。あ、これでアッチの章が解放されるの。これで二人の物語を読み終えました。渋谷ではこうした各主人公の物語を少しずつ並行して読み進めていきます。そして全ての1時間分を読み終えたら次の時間が始まります。24みたいだな。24ってこれをあれきっかけにして考えたのかな。あー、なんか新しい人出てきた。気安く声かけないでもらいます。こんなの時間の無駄です。仕事やる、今すぐ来い。ズバリインチキ商品ね。それが私の罪だというのか。いやー、これは11時から12時の間の1時間また新しい物語が始まっていきそうです。渋谷、封鎖された渋谷で。これはすごいな。ええ。じゃあ今回はここで終了にしよっかな。キリがいいからね。ちょっと時間は短いけど申し訳ないですけど、さて、本編のガイドはこれで終了です。これまで出てきたガイドはメインメニューで再度確認することができます。大切なことがたくさん書いてありますので、もう一度よくお読みください。では渋谷11時のスタートです。主人公が5人になりました。誰これ。みのりかわ。大沢。たま。あちがかっこよすぎるね。あちのファンだよ、本当にもう。ということでね、今回はここで終了したいと思います。次回はですね、この11時から12時までをやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ぜひチャンネル登録してお待ちになってください。あとですね、Twitter の方もやっておりますので、そちらもね、ぜひフォローしてみてください。まあ、いろんなね、今プレイしてるゲームとかですね、ことについてつぶやいたりもしておりますので、よろしくお願いいたします。アトリエシリーズどうしようかなっていうのも今悩んでて、まあ、ちょっとね、どうしようかなっていう感じで思っております。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。 Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。